俺たちの4号機老舗メーカー日活工業が社名変更、新生ネットのデビュー作一挙4機種ご紹介編。昇級者とのタッグによる史上初の箱型スロットマシンパチスロパルサを世に送り出した関西の老舗メーカー日活工業。同社はその後1号機時代に入るとヤマサとの提携によるパルサー WX シリーズが大ヒット。しかし続く2-1号機で C タイプのフルーツチャンスは不発に終わり、ヤマサとの提携を解消。2-2号機ビッグバンからは独自路線を歩み始め、3号機時代にはスペーススペクター、スペースバトルの2機種をリリース。これら2機種はいろんな意味では話題と注目を集めます。4号機時代に入るとドラゴンエースシリーズやその続編となるスーパードラゴンシリーズなど数々のマシンを精力的に市場に投入。そして1996年6月経営陣の刷新と会社組織の改変により株式会社ネットへ社名を変更。心機一転、再び新たな道を歩み始めることとなります。今回は新生ネットの発足とともにリリースされた4作をまとめてご紹介しましょう。新生ネット第1弾バラクーダ X。 古代魚シーラカンスをキャラクターに据えた新生ネットの記念すべき第1弾バラクーダ X は、旧日活工業時代からの伝統を受け継ぐスタンダードな A タイプ機。スペックは設定1でも268分の1という高確率ビッグをメインに、設定ごとにレギュラーが大きく変動する確率設計が特徴。低設定域でもビッグの連打で大量獲得が期待できる仕様です。7枚交換のホールで導入直後に採取されたデータでは、100ゲーム以内のボーナス発生率が 52% を記録するなど、日活時代のドラゴンシリーズにも負けない実力を見せてくれました。そんなゲームを熱く盛り上げるのはスーパードラゴンシリーズから受け継がれた多彩なリーチ目。3種のリーチ目が特定の形に並ぶパターンが基本となりますが、例によって左リールの滑りだけでチャンスとなるパターンや、左中で確定となるパターン、ボーナス絵柄と同時に転廃している子役が揃わなければ確定となるパターンもありました。攻略要素に目を向けてみると、通常時は子役補正機能が万全のため必要な子役目押しは不要。一方ビッグ中のリプレイ外しも平均すると6枚程度の増加と効果は微小でした。新生ネット第2弾ペンタゴン。大胆にもアメリカ合衆国国防総省の名を冠した本作。ハードウェアが一新され、マックスベッド機能の搭載やリール窓枠に境目のないワイドスルースクリーンを採用することでプレイアビリティは大幅に向上しました。仕様はセオリー通りのスタンダードな A タイプですが、 BR 比率が3対2になるなどバラエティ豊かな役構成になっているところが目新しいです。スペックは前作バラクーダ X をおおむね踏襲した確率設定。導入直後のホール実戦ではこちらも前作と同様、なかなかの俊足ぶりを見せてくれました。ハードウェアが一新され、役構成やリール配列も刷新されましたが、ゲームを彩る出目演出は日活時代からの伝統を継承。多彩な停止出目のバリエーションの中に滑りで決まるシンプルなパターンが絶妙に混在、楽しませてくれました。攻略要素については、通常時は例によって完全振り打ちで OK でしたが、ビッグ中のリプレイ外しは前作とは違って平均プラス約28枚と効果絶大。にもかかわらず手順はチェリーとの同時入賞を避ける制御を利用するため極めて容易、辛めの機械割りをカバーするためにも要実践とされました。新生ネット第3弾ドラキュラ。
今もなおネットの看板コンテンツとして高い人気を誇る十字架シリーズ、そのルーツともいえるのがこのドラキュラです。仕様は例によってスタンダードな A タイプですが、スペックについてはボーナス確率自体はそのままに、確率が辛めに設定されているのが特徴。これは当時増加しつつあった高交換率営業に対応するためでした。辛めのスペックをカバーするためにはビッグ中のリプレイ外しが必須。その効果は平均プラス約25枚と先のペンタゴンと同様に絶大でした。にもかかわらず、子役をダッシュするのにもボーナスインを外すのにも煩わしい手順や難しい目押しも不要、誰にでもトライ可能だったのです。リーチ目については例によってボーナス絵柄の組み合わせ型をメインに様々なバリエーションがありましたが、中リール中段に十字架以外のボーナス絵柄が停止して子役が揃わなければ全て鉄板という分かりやすい法則にまとめることができました。新生ネット第4弾ネイバル802、役構成の上では先の2作と同じく BR 比率3対2の本作。その最大の特徴はビッグ中のジャックゲームが最大2回の B タイプ機であること。さらに言うと B タイプ機でレギュラーを搭載するのは本作が史上初でした。しかしながら出玉獲得の主役はあくまでもビッグ。例によって一般的な A タイプ機よりもビッグの獲得枚数が少ない分、確率はご覧の通り激高となっており、高い連チャン性が期待できる仕様となっています。ホール実戦では少々不満を残す結果となってしまいましたが、それでもなお B タイプならではの俊足ぶりを垣間見ることができました。 B タイプのウィークポイントである出玉の少なさを補うためにはリプレイ外しによる枚数アップが不可欠。その効果は1回あたり約15枚でしたが、ビッグの出現率が高い分、長い目で見た場合の効果は一般的な A タイプよりも大きなものとなりました。本作もまた手順は容易、臆することなくレッツトライといったところでしょうか。ゲームを熱く盛り上げるリーチ目は先発の A タイプ機たちを踏襲した多彩なもの。例によって滑りで決まるパターンもありますが、本作においては通常は必ず3連となるチェリーが2連チェリーや単チェリーになればチャンスという新たな法則が加わりました。その後もね、ネットはアーバンなムードあふれる A タイプ機ジュリアン S やネイバル802の A タイプバージョンであるネイバルソルジャー S、 そしてスリルあふれる空中戦をモチーフにしたドッグファイトなどなど、間髪置かず精力的に新作をリリース、開発能力の高さを強くアピールするのでした。俺たちの4号機、老舗メーカー日活工業が社名変更、新生ネットのデビュー作一挙4機種ご紹介編、ご紹介いたしました。